森の音楽隊のハローワーク。皆さんこんにちは。森の音楽隊のハローワークのお時間です。人間はなんでお仕事をするのでしょう。生活のため、誰かを助けるため、自分の夢を実現するため。そもそも人間の世界にはどれだけの数のお仕事があるのでしょう。この番組では様々なお仕事を持ったゲストの方にそんな素朴な疑問をぶつけ、人間にとってお仕事とは何かというテーマを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。皆さんこんにちは。森の音楽隊ボーカルの相川ゆりです。今週も30分東京からお届けします。今週はですね、いつも黒サイのレンジさんが、ピアノ担当黒サイのレンジさんがオープニングとエンディングを手伝ってくれてたんですけども、今週は相川一人で頑張ってみようという試みでございます。はい、2016年のですね、相川の目標はですね、ズバリ体の強い子になるです先週の放送ですかね、言ったと思うんですけど、2015年の最後の方にですね、大変ちょっと大失敗したことがございましたので、体調管理をですね、もっとできるような子供じゃないな、もっと、強い子になろうと、そういう、試みで相川の2016年はスタートしておりますけれども、なかなかでも難しいことですよね。風邪ひかないとか、当たり前なんですよ。当たり前にね、やっぱこういう仕事してると風邪ひかないとか病気しないとか当たり前なことなんですけども、2016年の最後のそのライブの時にね、風邪をこじらせて大変なことになった時に、今までのこういうお仕事させていただいた時に、風邪をこじらせなかったことが奇跡なんじゃないかっていうぐらいびっくりしたんですよね。で、たくさんの人がかかってる中で誰も風邪ひかないっていうのはすごいことなんじゃないかみたいな風にまで思ってしまったぐらいだったんですよ。なので今年はですね、手洗いうがいをちゃんとしたりとか、歯磨きをちゃんとしたりとかですね、地道に生きていきたいと思っております。さあ、今週はゲストをお迎えしてお話をまた聞かせていただきたいと思っております。今週のゲストは誰でしょう。お楽しみに聞いてください。ではどうぞ。森の音楽隊のハローワーク。お名前とお仕事を聞かせてください。諸沢和幸、脚本家、映画監督、そんな感じですかね。はい、本日は脚本家で映画監督の諸沢和幸さんにゲストにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします。諸沢和幸さん、脚本家で映画監督ということなんですけども、皆様、森の音楽隊のプロデューサー袋を諸沢さんはご存知でしょうかギター担当、そしてプロデューサーをしていただいております袋諸沢さんが、実は諸沢和幸さんでございまして、はい、そうなんですね、実は、ね、実は、はい、はい、なので実はこの番組、森の音楽隊のハローワークのプロットというか枠組み、そしてこの質問、はいはい、最初に私が喋る文句、はいはい、いろいろなことを考えていただいたのも実は諸沢和幸さんでございました、うん、そうでしたね。そうでした、考えましたね、はい、はい、そうなんです。そんな実はずっと関わっていていらっしゃいました諸沢和幸さんなんですけども、はい、本日はインタビューされる側で、はい、お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では脚本家で映画監督ということなんですけども、このお仕事を選んだきっかけは何ですか？大学時代に、はい、なんか、まあ、映画が好きだったんだけどね、見るのがね、はい、ちょうど大学生が8ミリフィルムを使って映画を作るっていうのがなんとなくムーブメントというかね、はい、ちょっと流行ってたん で自分もそういう学生サークルみたいなところに入って、はい、まあ、学生時代はそんな映画作り、まあ、自主制作映画だけどね、はい、そういうのやってて、まあ、当然就職シーズンにね4年生
なるとなるんですが、はい、さあどうしようかと、ね、でまあどうせだったら、チャレンジしてみようと思ってその映画会社に、就職したのが、まあ、この業界に入るきっかけですね。はい、日活っていうね、はい、映画会社に入社試験を受けて入りました。はい、日活に、はいはい、あ、そういえばですね、あまりにも、いつもお世話になってるので経歴をご紹介するのを忘れてしまったんですけれども、はいはい、正和之さんは脚本家で映画監督ということなんですけども、はい、皆様がご存知な、大人気ドラマナースのお仕事とか、はい、味一問目とかお金がないとかですね、有名なドラマ、大人気のドラマたくさん脚本家として、そしてプロデューサーとか、はい、監督として、ね、はいはい、やられております。はい、はい、そうですね、はい、そんなきっかけが最初は映画会社の日活だったということなんですけども、はい、このお仕事を選んでよかったなと思うことは何ですか？よかったなっていうのはね、まあ、やりたいと思って選んだ仕事だから、はい、入社できたことがまだ良かったなと思いました。なかなか映画監督になりたいって言ってもね、なる方法が、あの日本映画の全盛期はね、各映画会社が新規 採用してたんだけども、ほとんど採用してない時期だったんで、結構狭きもんだったんで入れて良かったなとは思ったんですがね、はい、あの最初映画監督をになりたいということで日活に入られたっていうんですことなんですけども、映画監督と脚本家として活動されるようになったきっかけというか、はい、あのですね、昔、はい、あの映画監督っていうのは脚本を書けなきゃいけないってね、はい、昔の有名な、まあ、例えば黒澤明さんとかのエッセイとか読むと書いてあるんですよ。だから当然脚本を書くもんだと僕は思っていたので、はい、まあ、助監督をやりながら、はい、ちょっと時間があればね、その作品と作品の合間に脚本書いたりはしてたんですよね。ただその映画監督になるのって結構時間のかかる仕事なんで、はい、5年ではなかなかなれないですね。大体10年ぐらい助監督がやって、それでも早い方で、まあ、結構なれない人もいたりしてね、いろいろあるんだけども、まあ、会社がね、そうは言ってもね、あまりよろしくない状況でだんだん映画を作らなくなってしまって、それで途中からこのままだと映画監督にはなれんぞと、はい、さあ困ったなと思って、はい、テレビの方の企画部っていうところに移動しまして、はい、でテレビの企画書を書いてね、はい、で各テレビ局に売り込んで、うん、もし企画が通ればそれをプロデュースすると、はい、そういう仕事をやっていたんですよね、はい、でしばらく自分でプロデュースしながら、はい、仕事してたんですが、はい、なんと会社が倒産しまして、はい、入社12年目に、はい、さあ困ったなと、で脚本がなったんですね。あの急にそんな困ったのはよし脚本家になろうなっていう簡単なもんではないと思うんですけど、そうなんですよね、はい、僕言うとすごい簡単に聞こえちゃってね、なんか引っかかるかもしれないけど、うん、そのテレビのプロデュースをしつつね、実はこっそり、はい、内職とは言わないけれども、内職のようにペンネームを使ってね、脚本の仕事を、はい、ぼちぼちやってたんですね。あ、そうなんですね。それで、はい、そこで知り合ったプロデューサーから実は声をかけられていて、今度ちゃんとなんていうかな、あの一本長いものを書きませんかみたいな話があったんで、はい、で、まあ、会社辞めてからね、それを書き始めたっていう感じですね。あ、お金がないっていう作品だったんですけど、はい、小田裕二さんが始めた。お金がない時期に書いてたんで自伝かよみたいな、友達にはね言われましたが、いやなるほど。映画会社でテレビのプロデューサーになった時の心持ちというか、結構違うものですか？テレビも最初はね、2時間ドラマというね、いわゆる、はい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 、土曜ワイド劇場とかね、はいはいはい、なくなっちゃったけど火曜サスペンス劇場とかね、はい、2時間の単発ドラマっていうのがあって、はい、これはね非常に映画に近い作り方で、もともと各テレビ局が新作映画をテレビでそのまま封切ってもらおうという趣旨のもとに始まった企画なわけですよ、2時間ドラマって。だから各映画会社に実はテレビ局がこういうのやるんで、はい、一緒にやりませんかっていうところから始まってるんで、はい、当然フィルムで撮ってたし最初の頃はね、
そういう意味ではあんまり変わらなかったですね最初はね。途中で連続ドラマをやるようになると、はい、これが、まあ、専門的な話になっちゃうけども、フィルムで撮るかビデオで撮るかみたいな選択肢があって、ビデオで撮るとねやっぱり随分映画とは作り方が違うんで、はい、ちょっと戸惑いはありましたけれどもね。でもまあ根本的にはねそんなには変わらないと思ってますかね。なるほど、はいはい、その時にやってた作品で私が聞いたのが、世にも奇妙な物語。あ、はい、たくさんやりました、はい、世にも奇妙な物語一時期ね毎週やってる時期があったんですよ。ありましたよ ね私小さい頃は、見てました見てましたよ。今スペシャルしかやらないけど毎週ねやってて、はい、だからその時は随分たくさん、あれ3本オムニバスで15本ぐらいの短編がね、はい、3本そうですよね、1時間の中に入ってるんですけどね、はい、その3本ともこう企画書を作って、はい、まあ、いろんな脚本家に発注したり、まあ、時には自分で書いたりもしたんですけどね、プロデュースをやりながら、はい、結構たくさん作りましたね。なるほど、はい、そしてその後ニカズが倒産して、はい、脚本家になったんですけども、そうですね、はい、脚本家になった一発目がお金がないだったんですね、はいはいはい、そうです、はい、これはかなりの大ヒットだったんじゃないでしょうかそうですね、はい、おかげさまで視聴率が 3話目でね、はい、なんかグンと上がってね20何パーセントだったかな、突然 25-6% まで上がってびっくりしたんですけども、私小さい頃大好きなドラムだったので ありがとうございます、はい、家族でみんなで見てました、はい、そうですか。うーん、結構ね、まあ、男っぽい話なんだけども割とね再放送をよくしていただいてるドラマで、結構再放送で見ましたとかね、今、うん、若い助監督さんとかと会うと俳優さんもね見てまし、昔見てましたなんて、うん、年を感じますけどそれではここで3月2日にリリース予定の森の音楽隊の新曲をお聴きください。シマリスと魔法の木。小さい頃はずっと一緒にいた。自分には高すぎる木に登り、一生懸命探し見つけた葉っぱ。ハートの形だって喜んだ。友達と喧嘩してもここに来たら不思議と心が落ち着いたんだ。一緒に泣いてくれなくてもずっとそばにいてくれたね。朝日の中僕はいつまでもどんぐりを植える。何もなくなったこの丘に魔法をかけたなら蘇るかな。君にももう一度会いたいんだ。僕が君のことを裏切る森の音楽隊のハローワーク。今、いろいろな脚本とか、映画監督もまたされてると思うんですけども、はい、そうですね。はい、このお仕事を選んで苦労したなと思うことは何ですか？すごく体育会系の現場なんですね、はい、助監督って。今はね多少忘れてるけど、まあ、まだ残ってるかな。やっぱりちょっと男っぽくて徒弟制っていうのかな、うん、やっぱり監督を頂点にして、うん、ピラミッド型にね下に人がいるみたいな感じ で、助監督で最初に入った頃は、まあ、助監督という名前はなんか監督を助けるって書いてね、結構偉そうに見えるんだけど、まあ、要は駒使いで何でもやれと、うん、3歩以上走れとかね言われたし、結構失敗するとあちこちから罵声が飛んできて、うん、まあ極端な話手が出る足が出るみたいなさ、うん、
そういう世界だったんで、はい、割とね同期ぐらいで入った連中もねなんか半分ちょっと鬱っぽくなってやめて田舎帰っちゃったとかね、はい、そういうの結構いました。なるほど。だからそういう意味ではね苦労っちゃ苦労ですよね。だからサバイバルゲームみたいなとこがあって、まあ、よく生き延びたなっていう感じはするんだよね。私がこの芸能の世界に入ってそういう映画の現場に行かせていただいた最初の頃も、うん、やっぱりそういうのありましたというか多分 うん、もうすごく優しくなった方だと思うんですけど、うん、怖いなって思いましたよね。そうですよね、はい。まあ、私は女優として行くので、うん、全然そういうことないんですけどもやっぱスタッフの助監督さんとかは、うん、やっぱり本当に罵声浴びせられてかわいそうだよねはい、かなり駒遣いみたいな感じでねなんかそう、だから大体でも映画好きなんていうと映画マニアが多いから、はい、普段好きな映画は結構ヨーロッパのね、うん、ゴダールが好きだとかさ、うん、フェリーニが好きだとか言ってる連中がなるわけですよ、うんはい、いやそうですよねいやだって結構東大とかそうですよね学歴もね良かったりするんで、はい、結構カルチャーショックだと思うんだよ ね、うん、そうですよね。いきなりそういう学生がね20代まだ前半のね、うん、そういう現場行って、うん、なんか罵声浴びて怒鳴られて小遣われてね、うん、朝も夜も関係ないですしね関係ないですね、はい、土曜日も日曜日も関係ないし、関係ないですし、うん、自分の時間とかねあんまりないですから、はい、ないですしね、うん、ブラック企業なんて言葉はない時代ですもんね。そうそうね、はい、当たり前今でも今でも現場はそうですよ確かに本当に、はい、さあそんないろいろと苦労されてその後脚本家と映画監督という風になられたと思うんですけども、うん、ズバリ儲かりますか？儲かりますもうと言っとかないとね、はい、いやねでもね正直な話ね、はい、一括は給料はそんなに高くはなかったんで、うん、12年間いたけれども、はい、まあいくらとは言わないけどね、まあ、大した額じゃなかったですね、はい、で当時まだバブル経入社した頃はまだバブル経済華やかなりし頃で、うんはい、まあバブル倒産で倒産しちゃったからねそれバブルが終わって倒産したんだけども、うん、他の企業に比べたら日活はすごい安かったけれども、うん、やめて脚本家になったらね、はい、一桁良くなったよ。あーそうですか、うんまあ、でもそれじゃ想像するに例えば会社員の方が普通に働いているところから、うんうん独立されると一桁が増えたっていうイメージですかね。そんなイメージですね。だからそういう意味ではね儲かったんですが、うん、じゃあ脚本家という仕事がね、はい、全般的に儲かるかってみんなそう思われてもちょっと困るっていうかね、うん、そうですよね、うん、やっぱり大変っちゃ大変なんでね、うんうん脚本まあ映画自体もそうだけども脚本なんて結局紙に字が書いてあるだけでしょ、うんうんだ普通の商売って例えばなんか物を売るんだったらね、はい、仕入れて、うんまあ、仕入れ値7割にして3割乗っけてさ、はい、売るとかさ、はい、そういうのがあるじゃない、はい、で物を書くっていうのは、はい、仕入れがないんだよね。そうですよね。だから、まあ、必要経費みたいなのは多少取材に行きましたとか、うん、本買いましたとかあるけども、うん、でもな大したことないんでその紙にね、うん、お金払うんだからすごい商売だなと思うわけよ。なるほど。そうですよね、まあ、アイデアでお金払うってことなんだろうけども。そうですよね。だからうまくいけば実はかなりその原価がない原価率が低いという商売で。なるほど。何もないところからお金がふわって出てきてるみたいな。ちなみにね、はい、脚本家の方がお金になります。監督よりも監督の方がね拘束される時間が決まってるんで割となんていうのかな肉体労働者に近いんでね。はい。脚本家はねうまくすごく効率よくやれば掛け持ちしたりできるんで、はい、あーなるほど、うん、そっちの方がまあちょっと効率いいかなって感じですね。なるほど。はい。ナースの仕事とか自治もめとかいろいろたくさんのドラマあると思うんですけども、はいはい、最近新しいものとかっていうのはどうですか？去年はね、はい、TBS の方でね、はい、刑事ものをはい、やりました。はい、はい、谷原章介さんが主役のね、はい、連続ドラマ書きました。はい、あとは
またそうですね、まだねちょっとこういうのって情報解禁みたいなのがあって言えないんだけども、いろいろ映画とかテレビとか準備はしてます。ちなみに相川が出演させてもらった、はい、あの刑事110キロっていう、はい、それも書きましたね、はいはい、ありましたし、うん、あとアデジモメ2013年スペシャルとか、 あとは御手洗薫の愛と死という映画ですね、はい、吉行和子さんと松岡充さんがダブル主演で、はいはい、公開された映画、これが今、はい、一番映画としては、ね、私の中で一番新しい作品で、はい、一昨年ね公開してますけれども ね、はい、相川さんにもねちょっとだけ、ね、出ていただいた、ちょっと色っぽい格好、はい、ホステスの役で、はい、松岡君のすぐ隣に座ってます、ね、はい、そうですね、はい、この映画は映画監督として、そして脚本家として、はい、プロデューサーとして、はいはい、全て得られて、そうですね、はい、はい、いろんな作品があるんですけども、はい、このお仕事を選んでいなければ他に何をしていましたか？実は内定が決まってた企業があるんで、その一括に入る前にね、はい、オフィスオートメーション OA 関係の仕事だったんで、はい、日活に入ってなかったら、はい、多分システムエンジニアやってたですね、そこで。あ、ただそれはまあ多分やってただろうって話で、別にそれほどやりたい仕事ではなかったっていうのもね、はい、システムエンジニアと脚本家とか、その芸術分野のことって全然違う、違いますね、ことですよね、うん、とにかくね就職はしようと、就職浪人だけはしないと、おお、なるほど、覚悟をしてたんで、はい、まあ、とにかく入れるところにまず入ろうと、でお金稼いで、はい、まあ脚本はねそういう意味では休みが家帰ってきても書けるんで、うん、まあお金ある程度稼いだら稼ぎつつ脚本を書こうかなぐらいには思ってたんだけれど、なるほど、それはでも潔いですね、うーん、潔いのかな分かんないけどいや今こうやっぱり就職するか夢を追いかけるかみたいな、うん、なんて言うんでしょう、なるほどね、あ、はい、そうね、そことがあると思うんですよ、うん、でももう最初から就職はすると決めていた、うんうん、そうそう、あのね日活にいた時もね、実はね後半の方はね、はい、管理職やってたんですよね、企画営業部っていうところの次長ね、はい、部長の下に次長っていうのがいるんだけど、はい、大体こういう仕事、つまり芸術的なね脚本とか監督とかさ、はい、ミュージシャンもそうだけど、はい、そういうのをやる人は、うん、嫌がるんですよ、うん、管理職みたいなのね、で、うん、まあ事例が来たわけですね、うん、ちょっと興味があったんだよね、やってみる、はあ、どういうことなんだろうと、はい、あの取材みたいなもんですよ、そうすると毎週経営会議とか出るわけね、はい、その社長とか専務とかがいる、うん、末席に座ってるんだけどさ、うん、なんかそれとか株主総会に出たりとかさ、うん、なかなか得がたい体験ができたんで、はい、まあ、変な話どんな経験も役には立つというふうに思ってるんで、はい、やればいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。なるほど、なるほど、はい、でも逆に言うとこう自分の中にやるべきことというか、うん、やりたいことの確信みたいなものが、確固たるものがあるからこそどんな形でだとしたって大丈夫っていうことなんですかね。そうですね、うん、まあ、あの物書きっていうのはね、つまり脚本に関して言えば、うん、本当に、まあ、小説家もそうなんだけども、うん、とにかくなんかいろいろ仕事をね、うん、たくさんやって小説家になりましたっていう人、うん、結構多いわけですよ。そうですよね、はい、で要は何をドラマとして何を書くかっつったら、うん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 、やっぱ人間の生活を書くしかないんであって、うんうんうん、まあ、取材するっていう点もねもちろんあるんですけども、やっぱ実体験っていうのは強いからね、うん、なるほどなるほどなるほど、だから、うん、そう思えば、はい、その物語を作るっていうのは別にどっか企業に就職しなくても、うん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 、その専門の企業に就職しなくてもいいんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、なるほど、何をやっててももしかしたらできるのかもしれないですね。できると思いますよ、ただそのそこの現場でね、なるべくね、はい、それはそれで積極的にやらないとダメだと思う。ああ、つまりその管理職やった方がいいみたいな。ああ営業マンになるんだったら営業成績1位狙うぐらい。なるほど、その自分が置かれている場所で1番を目指して、そうそうそう、一生懸命やった方が、一生懸命、その
面白い局面に出会えるから。なるほどなるほど、うん、あ、それを蓄積して書く、そう、そういうことだですね。なるほど。常に取材ぐらいのつもりやってました。あ、それはでもやっぱり自分の中に確固たる脚本を書くからこれをやるんだっていうものがあったからですよね。そうですね、まあそうかもしれないけど、でもまあ面白いと思うんだよね、はい、面白いなんて言い方したら悪いのかもしれないけども、会社が倒産した時もね、うん、いろんなドラマチックなことがありましたよ、うん、その古い子さんの社員の人が号泣していたり、うんうんうん、で破産管財人っていうね裁判所から命じられた弁護士さんがね、はい、来てねみんなの前で演説したりさ、はい、まあなかなか得られない体験ですよね。だから非常に、うん、まあ結構しんどいこともたくさんありましたけど、うん、ある種その自分が物語の中にいるような空気はありましたよね。あ、それはそれで、まあ、面白かったというか、うん、後にあの課長島耕作って僕書いたことあるんですけどね、はいはい、2時間ドラマ、はい、随分役には立ちましたね。あ、なるほど、会社というものということで、そうそうそう、組織でどういうことなんだろうとか、うん、まあ、でもお金がないのそういう話ですよね。まさしく、うん、あれもね、あの自分の勤めてる会社が倒産するところから始まるんで、はい、その時何が起きるかとかね、うん、でどういう気持ちになるのかとかいうのは、うん、特に取材しなくても非常によく分かったっていうのは、うん、まあ、ありましたね。いやー、なるほど、もう常に人生をしっかり向き合って生きてるっていう感じですね。そんなに大げさじゃないけど、はい、まあどんな局面でも楽しめる部分はあるだろうと思ってます、うん、なるほど、うん、はい、今週は脚本家で映画監督の諸澤和之さんの前半をお届けいたしました。いつもですね、森の音楽隊をサポートしプロデュースしてくれている袋諸澤こと諸澤和之さんなんですけれども、こういうふうに改めてですね、あのお話を聞く会をお聞きする機会というのはなかなか、インタビューという形ではないので、興味深い話が、昔の話とかがね、聞けたなぁなんて思っておりますけども、来週はですね後編をお届けいたしますのでお楽しみにしていてください。はい、この番組ではですね、皆様からのメッセージをお待ちしております。こんな質問をしてほしいとか、こんな曲をカバーで歌ってほしいとかですね、何でも受け付けておりますので、森の音楽隊のホームページ森の音楽隊 .com にフォームがございます。こちらからお願いいたします。この番組は、国立市、東京都国立市を中心とした国立 FM、 そして北海道の西胆振地区を中心とした FM ビュー、そして Y ラジオでも聞くことができます。過去の放送はですね、国立 FM の YouTube チャンネルよりアーカイブが公開されておりますので、ぜひ昔の放送、たくさんあの仕事あったので、こういう仕事なんだろうなって興味があるものがあったらぜひ聞いてみてください。さて、次回もまた人間のさまざまなお仕事について追求していきたいと思います。お相手は森の音楽隊ボーカルの相川由里でした。小さな壺を